ラブググは、ダナリーデラックス株式会社が発行している、月刊女性ファッションビューティー雑誌。2018年4月17日新発刊。毎月17日発売。ダナリーデラックス株式会社が発行する美を追求する雑誌、アゲハが伝説のギャル雑誌、エッグとコラボし、ギャル魂というマインドやコンセプトはそのままに。 ソーシャル時代という新たな価値観の中で生きる女の子たちの今を応援するをコンセプトとして2018年4月に新雑誌を発表。発行元のダナリーデラックスは2015年に小悪魔アげ派を発行するため編集プロダクションとして発足。小悪魔アげ派を復活させ売り上げを順調に伸ばしわずか2年弱で月間化させるに至る。そしてコンプレックス解消を 一大テーマに掲げたアゲハがよりパワーアップするためエッグと融合しアゲハの一番の特徴であった夜企画等は取り上げずに新たなブームを作り出すためラブググを新発刊。また、創刊1年目の節目である2019年3月にはなりたい自分に近づけるセルフプロデュースに略奪派へホトマガジンをコンセプトに3月18日発売のボリューム11。 カラリニューアル。それまでのギャルで、派手、等身大きなイメージを一新し、それまでとは違った背伸びしたい女子向けの大人な紙面に、進化し、ファッション、ビューティー、恋愛、20代女子が気になる、旬のワードや話題をそのまま一号のテーマにし、内容を深く掘り下げた構成になっている。ありがとうございます。